ブルーインパルスホワイトコーラだって。ブルーの一番最初。どうもこんにちは、ドッカグンです。本日はこちらブルーインパルスの東北おでん笹かまサイダーでパリー。はい、ということで皆さん、ブルーインパルス大好きですよね。地元のスーパーになんとね、ブルーインパルスのおでんだよ。中で食ってんのかな、ね、中で食ってんだろう。卵食ってんのかな今、うん、こんにゃく食いながらね、白滝派なのかな、ね、腹ごしらえして飛んでるんだろう。東北のね、工場でもってしかも作ってるね、おでんなんだよ。おでんブルーインパルス、牡蠣エキス塩だ、地元のね、うまみスープ、牡蠣入ってんだよ、おでん。いや、販売元がその宮城だ。もうがっつりもう東北中の東北。笹かま天串、いや笹かま、ほら宮城だからさ、うん、東松島さんの海苔塩だよ。もう地元中の地元で揃えてる。海苔が入ってる笹かまっぽいよ。これ高級だよね。これお土産最高だよね。宮城名物笹かまぼこと松島さん海苔を使用した海苔天、手軽に楽しめるようにブルーインパルスの飛行を見ながら食べれる、より一層美味しさが増しますと。ね、どうだブルーインパルス今日来るかね、ほら地元にはね、足元にはね、ほら、うん、肥やし肥やしが転がっておりますけれども、よっしゃ、まあ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 良いでしょう。あとこれもね、ブルーインパルスのサイダーだね。でこっちは何なんだべ、ホワイトコーラだって。ホワイトコーラ、興味深い。湯煎するには開けてくださいだそうなんですよ。でこれね、あの紙がさ、湯煎だともうビロビロになっから、まあ一回開けて湯煎前に剥がすかね。開封用意、開封いきましょう。でまずは開けて湯煎ですから。おでん缶ですからね、しかも東北バージョンでしょ、たまらんな。ああ一気に開く、すげえ、返しがちゃんとついてます。あの優しい、尖ってない。あ、すげえ、揚げも入ってる。え、このこんにゃくパターン珍しくない？なんこれ？ん？あ、これもしかしてこの紙、失礼しました、湯煎に対応してるかも。この光景も珍しい、ブルーインパルスが水上に着陸。いいね、お湯に浸かるブルーインパルス。よし、少々お待ちください。いや、すげえうまそうじゃないこれ、やべえ。これはこれで俺東北のおでん缶は初めてだわ。いや、おでん食うけどね、練り物うまいから、やっぱあの海東北特にね。これいいな、生地が泣いた今。っていうよね、生地がいる。さあそれではいただこうか、この青いサイダーを。開封用意、開封。じゃあいただきます、ブルーインパルスサイダー、いかがなものか。はあ、笑ってしまうほどの懐かしいお祭りのブルーハワイだ。ブルー、うん、錯覚か。宮城の空に見えたぞ、宮城の空に炭酸もねしっかりとあって、ただ甘さはね甘ったるくないな、ほんのちょっとだけすっきりしてる、うまい。うん、今気づいた、逆さになってるアクロバットしてる、今気がついた。ブルーインパルスホワイトコーラだって。どうだ、白いコーラ。農作業してねえけど、なんか農作業の休憩中みたいな感じになってきた。いただきます。お、マジだすげえ、ほんとコーラの風味する。だが白い分か、なんかすっきりしてる、すっきり、すげえ、お、これぞ面白い味というやつだね。白いからコーラっていう視覚な感じないんだけど、味がコーラだからなんか違和感がすげえ。でもコーラうめえ、いいよこれ、この2本キャラ立ってるわ、さすが。消します。よいしょ、いでよ、第4航空団第11飛行隊ブルーインパルス。
おでん。まずはですね、ブルーの一番最初これね、さつま揚げ、小判型さつま揚げかな、さつま揚げだそうで、いただきます。おい、わかんない、ちょい、うん、味がしっかりと、中にもしみしみの揚げた部分の香ばしさと魚介の風味、たまりませんね、これうめえ。ブルー、これ食ってんのか、コックピットでこれ食ってんのか、すげえな。あ、マジで、さすが、牡蠣だし、透明なのに、牡蠣のだし、なんかね、やっぱ普通のおでんと違うな、なんか磯の東北って感じの本当に味がします。うん、やっぱ牡蠣だからか、おでんつってもやっぱ南の人が食うおでんの感じとちょっと違うね。めちゃくちゃいいだし、ちょっといきましょうか。これマジ独特よ、これなんだ、これは普通のおでんなくない、こういう、あり、お前これ、ほら、なんか帯状のさ、帯状なんだが太いよね、この結んだ、だって太さもさまちまちなんだよね。帯状のやつ、いただきます。なんか田舎のおばあちゃんかね、流しで結んでそうな、そんなこんにゃくでござる、いただきます。うん、うん、うん、めっちゃうまい。なんだこの、なんだ、独特だな、あの白滝なんだけど、こう長方形でね、こう切られてるやつで、でこれザラザラしています、表面が、やや白滝もたまにザラザラしてるよね、表面ね、あの汁をねすげえ吸ってくる、そんで噛むと、あの缶詰なのにね、食感がシャキシャキっとして、めっちゃ歯ごたえがある、汁を連れてきてくれて、シャキシャキ感、そんであの長方形がね、いつもと違う糸こんのこの食感を、楽しみを与えてくれる、素晴らしいこれ、いやめっちゃいいなこれ、楽しいな、これなんだよな、東北とかのこの地方の強いとこってさ、缶なのに結構贅沢にいろいろ入れてくんだよ、こんにゃくでしょ、しかもなんかこのね、そんでこの切り口ね、だいぶムラのあるこの切り方ねだいぶちょっとムラのあるこの切り口の入れ方ね、うん、こっち等間隔だけど、こっち若干真ん中サボったっていうね、これね、いいよこういうのがいい。ちくわもあるしょ、大根も入ってるよ、ほら大根、すげえ、これめっちゃ良くない、これいいな、大根いただきます。うん、缶詰だから染みてるなんてもんじゃないぐらいの染み、下味がなのかな、しっかり入ってる、汁がうめえから大根もうめえ、ちくわ、うん、うん、すげえ、あ、あとね、うずらが2個入ってます、ブルー、ブルー、うん、これは高級だね、これマジで一缶で1人おでんセット、マジである、すげえ、大根もう1個入ってる、ありがてえ、ありがてえ、うん、マジで汁がうまい、汁がうまいのに具が豪華だから当然全部うまい、これはやばいぞ、こんにゃくでけえ、うん、うん、プリンプリン、さつま揚げかなね、ひじき入ってるのかな、うん、これまたさっきより柔らかい、ふわっとしてる中に魚介の香りもして、うん、ちょっとキクラゲなのかひじきなのかもね、良いですね、うん、めっちゃうまいめっちゃうまい、このおでん缶、これマジでお土産もう一個買って帰ろうかな、はあ、笹かま海苔天串、すごいねこの地元愛が、全部すごいね、ほんと地元愛が、一回フー、一回フー、常温でもいけるってことだから、あ、串、ほんと串だ、ほんとに串と思わんかった、ほらほら、2色だ、しかも、気合入ってないこれ、このブルーインパルス、これファンの人も知ってんのかな、この存在、すごくないこれ、じゃあいただきます、じゃあ上笹かまだめな、うん、な
甘ではねえか、醤油ちょっと味入ってます。うん、焼くときに味入れたのか、なんかだし醤油のようなちょっとだけ甘い、あのイカポッポまでいかねえか、これいいな、これちょっと焼きたいね、焼きたいね、表面こうやってね、これバーベキューいいね、これバーベキューとかでもいいんじゃないこれね、食感はねこれ常温だし、いやいやこう締まってるじゃん、ギュッと締まってる。じゃあこれ最後海苔いただきます。あ、柔らかい、全然食感が違う。うんうん、海苔、おそらくブルーインパルスがこうね宙返りしたあたりで松島の海のそこで養殖している、そこで育てている海苔がねこう回転してる時に見えるんでしょう、こうね海の下が、それを想像して作った。やっぱパイロットの方が要望でね、あそこから見える海苔食いてえなと、宙返り中に見えるあの海苔食いてえな、そういうのねやっぱね叶えたやつなのかな、うん、ふわふわ、こっち柔らかい、全く違う練った練り物の感じがする、もちもちするこっち、うん、旨味、甘みではないか、旨味がすごい、うめえ、うめえ、マジで全部うまかった、うまかった、ブルーインパルスありがとう。ということでめっちゃこだわってて内容も素晴らしかった、びっくりしました。ぜひねお酒好きな方とかもうマジで これ特にね、お子さんだったらサイダーだね、これはねおつまみでもおかずにでもねすごいと思った、いろんな具入っていく、一缶でいいぐらいもう揃ってる、びっくりいたしました。これねすごいおすすめですんで、ほのぼのしたピクニックにも、キャンプアウトドアバーベキューにもねおすすめでございます。また何かありましたら紹介させていただきます。本日はこれまで、それじゃまた、ありがとうございました。